次ナンバー390、349番から、339番から、このように、ケーブルカーの支柱下、ここは完全、ほぼ平地。ここでゆっくり休みましょう。あんま休みすぎてもダメです。適度にや。ギアはめんどくさいから変えなくていいです。それで、ケーブルカーの下をくぐるとぐっときます。そこからまた良くないんで、そこそこ。休みすぎるのもダメ。休まなすぎるのもダメ。そこよくテンションかけていっこい。あ、天国です。これ大体半分くらいだと思われます。40分くらいですね。そこからまた、周りごとに20がやってきてですね。最後になると、審判坂と、20% が出てくるので。周りを外回りできれば、休みますので、いけると思います。番号道。番号道か。302です。302から激しいです。路面も悪いです。クラスがずっと来ますので、ただ、こう段々坂なんで、比較的、直線系ですが休めます。こうやって休みます。それで、ここの、審判の向きがあると。お休みと。この繰り返しです。もうここはもう逃げられないんで、右に整理しながら、一気に行っちゃいます。そうです。ここの辺でちょっとやります。これを全部登ると、感染面が来るから、2個くらいありますけど、まあ、我慢すると。そうですね。内側に行って休むのはいいんですけど、滑りますけどね。しかも真ん中一気に行った方がいいです。はい。280。